糸電話を作ります。家族の人と一緒に作ってお話をたくさんしてください。まずはコップが2個必要です。爪楊枝が1本必要です。あとはコップに色をつけるマジックやシール、それからセロテープ、ハサミ、はい、OK です。最後に穴を開けるコンパスや、映ってます？はい、千枚通しなど。はい、それでは最初に色を塗ります。これ結構時間かかるよ。ではもう一度です。次はシールを貼ります。家にある好きなシールでも大丈夫です。適当にやっていきます。はい、はい、まずはここまでできました。では次にコンパスの芯で穴の真ん中に穴を開けます。両方開けます。では次にタコ糸をこの穴に通します。違うも違うもできません。違う、こんがらがない。はい、こちら側も穴を通します。はい、穴を通し、穴に通します。次に楊枝、楊枝の先は危ないのでハサミで切ってください。で、半分に折ります。半分に折ります。そしたらこの糸をこちらに結びます。はい、しっかり結びます。肩結びで結んでください。もう一回結びます。はい、もうちょっと奥、はい、はい、反対側も結びます。はい、両方結びました。はい、では糸に結んだ楊枝を引っ張ってそこにしっかり留めます。そうしたらこれをセロテープで固定してください。ちょっと見えないから中が、はい、セロテープで固定します。反対側も引っ張ってセロテープで固定してください。はい、両方できて完成です。マッパ君こんにちは。コロナになんか負けないぞ。みんな頑張ろう。